ヘルギーのお土産コーナー。今日のお土産は山口県からです。月で拾った卵。今日はこれをいただいてみます。ちょっと開けてみましょう。3個入ってます。1個開けてみます。山口の銘菓ですね。月で拾った卵。ああ、卵というよりもふわふわのね、ふわふわのまんじゅうみたいな感じですけど、外側はカステラみたいなふわふわでございます。中になんか白いホイップみたいなクリームが入っております。じゃあこれをいただきます。ついた。まあお土産ってこんな感じですよね。原材料はフラワーペーストか。まあ全卵って書いてあるから卵が入ってるんですな。それと小麦粉とか砂糖とかね。まあうまいですな。漢字のおやつにはいいでしょうね、これね。うん、山口県といえば工場夜景ね。工場夜景が綺麗なんです。あれを写真撮りに行く人多いですよね。工場夜景。はい。そういうわけでね、今日は周南市工場一帯の夜景とか書いてある、ね、山口の銘菓月で拾った卵ね。今日はこれをいただきましたね。また後で食べたいと思います。しかし今日はすごい暑いです。車の中もすごい暑いです。はい、そういうわけで今日はこれで終わりです。またお会いしましょう。バイバイ。